ビルマホシガメは、ハチュコウカメ、モクリクガメ、カリクガメ属に分類されるカメ。ミャンマー中部、西部固有種、南部にも分布していたが絶滅したと考えられている。ビルマは、ミャンマーの救命で、英名と同義、最大高長26センチメートルとされるが、さらに大型化する。オスよりもメスの方が大型になる。廃校は、ドーム状に盛り上がり、上から見るとやや細長い。 廃校の頂部は平坦で、主将名プラティノッタの由来になっている。野生下では孵化直後から、ある甲板が盛り上がらない。廃校の色彩は黒や暗褐色で、C パ板やアバラパ板ごとに放射状に灰褐色や高褐色の反紋が入る。この放射状の反紋が星のように見えることが和名や英名の由来になっている。C パ板やアバラパ板に入る。 放射状の反紋の数は6本に一家。円看板には、アルファベットの V 字状に肺褐色や高褐色の筋模様が2本入る。復興の色彩は、単光褐色や肺褐色で、看板ごとに大型なくさび型に黒や暗褐色の反紋が入る。頭部は中型、上顎の先端は三つ股に分かれる。獅子はやや眼鏡で、前肢には、先端が尖った大型ウロコが5から7列で並ぶ。 甲子と王の間には、円錐形の小型ウロコが並ぶ。頭部や頸部、獅子、尾の色彩は黄色や高褐色で、不規則に細かい黒色斑が入る。顎を覆う角質や鼓膜、喉の色彩は褐色や肺褐色。生態は、目の周囲や、頬、頸部背面が黒ずむ傾向がある。長径 5.5cm、短径 4cm の大円形の卵を産んだ例がある。 幼体は、円甲板外縁がややのこぎり状に尖るが、成長に伴い不明瞭になる。廃校に入る放射状の反紋の数は、成長に伴い増加する。標本数が少なかった時期に本種をインド星亀の、亜種とする説もあったが、亜種とする根拠がなく標本の数が増えたことで領種の、異が比較されるようになったため有力ではない。主に熱帯モンスーン気候の地域にある森林やその、 周辺に生息する。植生は植物食と考えられ、キノコなどを食べる。繁殖形態は卵生。2月に少数の卵を産んだ例がある。6から7月に孵化した幼体が地表に現れる。生息地の飼育下では10から12月に1回に5から8個の卵を産んだ例があり、年に2回産卵する個体もいる。都市や農地開発、焼き畑、放牧による 生息地の破壊、食用やペット用の乱獲などにより生息数は激減している。被災時には普通種で食用とした後の残骸の甲羅が街中にあり器として用いられることもあった。1948年にミャンマーが独立した後は1990年代まで軍事政権により欧米による生物調査が制限されたため知見は限られていた。ミャンマーでは 法的に保護の対象とされ、採集や輸出が禁止されている。一方で1995から1996年頃から日本に輸入されており、生息地で養殖されたという個体が流通することもある。密輸されることもあり、日本やミャンマーで摘発された例もある。ミャンマーでは保護施設で飼育か繁殖させたり、摘発された個体を野生に返す試みも進められているが、 国立公園内での密漁や保護施設に集めた個体あるいは飼育か繁殖させた個体が盗難された例もある。2013年にワシントン条約付属書 I に掲載された a 1ペットとして飼育されることもある。上記のように日本には1995年の1996年から輸入されるようになり2003年以降はミャンマーから 正規輸出されたとする個体が日本へ輸入された。一方で2004年以降は本種が分布しないカザフスタン、キルギス、タイ、ヨルダン、レバノンなどで飼育か繁殖されたとする個体も日本に輸入されている。飼育下では野菜、果実、陸亀用の配合飼料などにもえずく、テラリウムで飼育される乾燥と低温に弱いためある程度の湿度を保った。 上でやや高温を維持し、小型の保温用の電球等を、ケージ内の一部へ照射し局所的に高温の部分を作る。紫外線を含む、フルスペクトルライト等を点灯するが、強い光を嫌う個体もいるため、コルクバーグや市販されている、シェルターなどで隠れ家を作る。水容器は水に浸かることを好むため、浅くて出入りがしやすく大型のものを設置する。飼育家では、野菜、果実、 陸亀用の配合飼料などにもえずく。餌に対しては、カルシウム剤等のサプリメントを振りかけて栄養価を上げる。野生下では動物質も摂取するが、飼育下で動物質の餌を与えすぎると廃校が甲板ごとに盛り上がってしまうことがある。ありがとうございます。